宇宙皇帝を名乗る邪悪なエネルギー生命体ドライアス。彼はドクタージャンゴと手を組み、宇宙を暗黒世界にしようと目論んだ。しかし彼らの野望を阻止せんとする者たちがいた。これは宇宙の平和を守るため日夜悪と戦い続ける宇宙警備隊ファイバードとその仲間たちの物語である。俺たちの使命。なんだか真冬だったのに随分暑いな。それにちょっと息苦しいよ。夢見ヶ島だけなんでこんなに温度が高いんだ。うわぁ、火事だ。大丈夫ですか？一本追加！一本追加！やってるやってる。夢見ヶ島が火事とか聞いたけど、ただのゴミの山じゃねえか。地球人の言葉のセンスってのはどうもわからねえな。おい、感心してる暇があったら手伝えよ。手伝えだと？それが人に物を頼む言い方か？なんだ徳様！火を消すのはてめえの仕事だろ。まあ、せいぜい頑張るんだな。貴様、これにしてもすげえ量のゴミだな。一体どうやったらこんなになるもんだね。まあ、どうせゴミなら燃えるに任しときゃいいのに。そんなわけにいくかよ。しっかり消せよ。それじゃ俺はドライアスを炙り出して仕留めてくるとするか。あばよ。おい、ガードウィング、勝手なことはするなよ。ドライアスを発見したら全員に連絡だぞ。わかってるって。あの野郎、あんな奴が俺たちの仲間だなんて信じらんねえぜ。まったく。うわ、あ、あ、誰だ。勝手に水圧を上げたやつだ。昨夜の夢見ヶ島の火災は消防隊の活躍によって鎮火しましたが、出火の原因は不明で現在も調査中とのことです。しかし夢見ヶ島は火災後も異常高温が続いており調査は難航しそうです。ところでこの夢見ヶ島ですが、ゴミが増加の一途をたどっており、清掃局では対策に頭を痛めている状況です。ゴミが増えるとどうして困るんだい？あんまりゴミが増えると捨てるところがなくなっちゃうでしょ。本当は全部焼いてしまえばいいんでしょうけど、環境汚染の問題もあるし焼く場所も限られてるのよ。じゃあ、あのゴミも明日の朝捨てるのやめようか。それも困っちゃうよ。うちの中にゴミを貯めたら俺たちの居場所がなくなっちゃうじゃないか。どっちにしても困るのか。困ることはない、万事解決じゃ。おじいちゃん、何それ。ゴミにあふれた世の中の役に立つ画期的な発明じゃ。ケンタ、あのゴミ袋をこの装置の中に入れてみ。行くぞ、スイッチオン。すげー、どうなっちゃったの。なーに、簡単なことじゃ。瞬間冷却して氷にしてやったんだ。こうすりゃ嫌な匂いもせずに処理できるじゃろ。さすが博士、目の付けどころが違いますね。まあな。博士、ちょっと気になるんですけど、これ凍らせただけですよね。そうじゃが。キモタ、氷が溶けるってことすっかり忘れとった。もうおじいちゃんたら、この機械こそゴミじゃないの。これは困ったもんだ。
さて、第一弾発射といくか。人間ども、体が麻痺して動くこともできまう。高熱で発酵させたゴミから神経ガスが作れるとはな。ガスの材料はたっぷりある。いくらでも作り出してやるぜ。町中で人々が倒れている。みんな頭が痛いと言ってるらしいわ。原因は分かったのか。まだ分からないみたいだ。先に救急隊が向かったはずなんだが。あれは救急隊もやられている。いけない。有毒ガスだ。毒ガスですって。このガスは塩素と一酸化炭素が含まれている。このまま人々を呼吸させておけば命に関わるぞ。防毒マスクを。なぜこんなことに。脳神経にも影響が出てるわ。血液中の酸素が不足すると人間そのものの機能が止まってしまう。カトリ兄ちゃん大変だ。他の町でもたくさんの人たちが倒れてパニックになってるよ。なんだって。何かがガスを発生しているはずじゃ。それを突き止めるんじゃ。わかりました。そこだ。こいつか。カトリ兄ちゃん、ガスの発生源はそいつだったろ。そうだ。こんなことをするのはドライアスに違いない。分かった。手分けして被害地域に飛びカプセルを回収する。頼む。ガードスター了解。ガードファイヤー、君は湾岸地区を頼む。任しときなって。ああ、ガードウィングにまだ連絡がついてないよ。あんな奴のことはほっとけ。あ、何かあったのか。あったも何も。あの野郎、俺がどうしたって。ガードウィング、カプセル探しで大騒ぎってわけか。誰が一番最初に発見するか競争してるみたいだぜ。なんだその言い方は。ちょっとやるかこの野郎。ガードウィングよく聞け。俺たちはチームじゃないか。お前もガードチーム、いや宇宙警備隊の一員だろう。お前一人で勝手な行動をしていいと思っているのか。ふん、この俺様に説教か。全然分かってねえな。それじゃあはっきり言うが、俺はもう金輪際お前とは組みたくない。ふん、俺だって別にお前と好きで組んでるんじゃねえ。望むところだ。やめてよ二人とも。ガードウィング、君にはやってもらいたいことがある。なんだよ。カプセルはどこからか打ち出されているはずだ。博士と連絡を取り合ってそこを突き止めてくれ。ってことはドライアスがいるかもしれねえ大元を探すってことだな。そういう仕事なら大歓迎だぜ。アイバード、あいつを甘やかすとますますつけやがるぞ。とにかくガードファイヤーはカプセルの回収を急いでくれ。こうしている間にもガスは広がるぞ。分かったよ。大丈夫かなあの二人。なーに、地球のことわざで喧嘩するほど仲がいいって言うじゃないか。
カプセルの回収された位置から発射地点が割り出せるかもしれん。なるほど。あ、なんとこの場所は夢見ヶ島。バイパー、夢見ヶ島は怪しい点で来てみたけど、何にもねえじゃねえか。お、あそこか。て、出てこいドライアス。隠れてねえで姿を見せろ。余計な真似をしやがって、このゴミの中へ叩き込んでくれる。バカめ、自分で毒ガスを撒き散らしてやがる。そう、また燃え出しやがった。死ねで一人で何やってんだ。チェイン！ガードファイヤー！ガードウィング、なんだこの火事は。ぐだぐだ言ってねえで、とっとと火を消しやがれ。なんだと。火を消すのはてめえの仕事だろ。奴を倒すのにこの火が邪魔なんだよ。早いとこ頼むぜ。何やろう。わっとした。うわぁ！何しやがる！貴様になんか任せられん！奴は俺が務める！面白い。仲間割れか？生意気だ！カトリ兄ちゃん！トライアスのメカだ！何？誰か倒れてるよ。サンダーバロン、そのカプセルを博士に届けて毒ガスの中和剤を作ってもらってくれ。了解。ケンタ、消火団投下だ。あの人たちを助けるぞ。オッケー。ガードウィング、邪魔だ、どけ。よっと、うわ。バトルはチェンジガードスター、チェンジガードレスキュー。ガードレスキュー、救助を手伝ってくれ。了解。ヘラ、うわっ、邪魔ばっかりしやがって。てめえがうろちょろしてっから。うわっ、何やってんだあの二人。あ、気がついた。助けに来ました。ここは危険です。これをつけてください。あんた、ありがとう。これに乗ってください。安全な場所まで運びますから。ケンタも、ここは離れた方がいい。確かに危険だ。ケンタ、早く乗って。うん、分かったよ。てやー、毒ガス増やしてどうするんだ。うわ、これ以上数広げてどうするんだ。何しやる。二人ともやめろ。仲間割れしてる場合か。そんなことより、この偏屈野郎を何とかしてくれよ。偏屈野郎だと。うわっ。バカめ。
俺が相手だ。チェンジ、今だ。フォーメーション、嫌なこったい。バッカ野郎、なんだよ、俺を撃つなんて正気かよ。どういうつもりだ。何、いい加減に目を覚ませ。さばむな。よっしゃぞ。最強合体グレートファイバード。貴様、同じ宇宙警備隊を殴るとはどういうことだ。同じ宇宙警備隊だと。ガードファイヤー、ガードウィング、ドライアスと戦うのも大事だが、地球の人々を守ることも俺たちの大事な使命だということをお前ら忘れたのか。俺たち使命、フレームソードが効かない。いつも同じ手が通用するか。いいざまだぜ。待たせたな、サンダーマロン。ここならもう安全です。あの高熱とガスを早く処理しないと危険です。しかしあの火力では。ガドロス君、じいちゃんの失敗作だ。なんだケンタ。いい方法があるよ、凍らせるんだ。ゴミも毒ガスも氷にしちゃえばいいんだ。そうか、その手があったか。それができるのは俺たちだ。ガードチーム、オーン、アッ。スーパーガーディオン、フリージングトルネード。ゴミの山が凍っちまった。くそ、こうなりゃガスを撒き散らしてやる。うわ、サンダーバロン、グレートファイバード、サンダーバロン合体だ。よし来た。バリアだ、爆発を食い止めるぞ。おみんな、今度のことは本当にすまなかった。俺とこいつが勝手なことをしたおかげで、みんなに迷惑かけちまった。勝手なことをしたのはおめえだろ。お前な、
せっかくこっちが折れてやったんだから、少しは可愛げのあるところ見せろよ。また始まっちゃったよ。こらー、ガードファイヤー、ガードウィング、本当は仲がいいんだってとこみんなに見せてくれよ。お、例えば指切りとか。それいい、やってよ。そんなガキみてえなことできねえよ。ダメだ、仲直りには指切りが一番だ。しょうがねえな、今回だけは許してやるか。それは俺のセリフだ。指切り幻満、嘘ついたら針千本のます、指切った。しようだって本気かな。あれ、何これ、雪だ。トナカイが降らせる黒い雪。次回、太陽の勇者ファイバード、ブラッククリスマス。来週も世界平和だ。